です。いきなりないだしそうじゃないね。いや、これ正直言って、僕クロちゃんのこと大好きやから、はいはいはい、プレゼントなんですよ。あ、プレゼント、プレゼントいただいて。もう言うたらもうこの、わかりますよ、これ。マグカップ、あー、なるほどな。オリックスレンタカーなんですけど、こっちが懐かしい。っていうか、ブルーウェイブの時だよ。懐かしいでしょ、これ、まあ、おー、イランドの時やな。そうそう、あのね、これ95年か6年で、うんうん、あ、これクロちゃんものすごいね、優勝した時 NBA から、はい、僕が当時付き合った彼女と、うん、レンタカー借りて、天の橋立て、うん、ね、うん、行きましょう言うて、うんうん、で、レンタカー借りた時、ちょうど日本シリーズヤクルトでやってて、はいはい、で、返しに行った時に野球中継やってて、うん、野球好きですかみたいな話になって、うん、もうたよね、オリックスレンタカー、ブルーウェーブとかいいでしょ。ブルーウェーブや、はい、ブルーウェーブの時代短いからね、はいはい、うん、で、後で聞いたらその天の橋立てカップルで言ったらもう必ず別れるというね。都市伝説があって、まあ、そうなん、都市伝説があって、確か別れました。で、その時のもんやから大事に使って。大丈夫、大丈夫です。もう僕も大丈夫だよ、はい、これもう大きなってる。だからね、こういうのってボソボソ家やってたら、一人のエコノリちゃんがそのオリックスのレンタカーを借りてこれを持ったわけ。そうそう、粗品みたいな。で、もう忘れてたんね、もう履いてて。で、出てきて、で、こんなんあったら、ただ野球とか知りませんってことしたら、うん、何のことやけど、なるほど、クロちゃん懐かしいな、懐かしい、ネッピーですよ、ネッピー、うん、あ、ネッピー言ったかな、ネッピーですよ、これネッピーですよね、確かに、ネッピー、頭でかーて、うんうんうん、ね、よくラクラーなりながら。あ、中でもうめっちゃしんどかったな。それ当時僕らの先輩のね、野球好きのホープ豊さんが、はいはい、ホープ豊ちょっと春だったかし、今まで 100%、 当時も 100% あかんことやけど、うん、ネッピーを、うん、なんか、ペーンってついたら、うん、このネッピーの顔が後ろ前になった。くるっと前。はい、伝説の。で、中から金目順は出てけんのか。いや、さかまあその、まあ、20年ちょい前のね。で、こういうのでクロちゃん何回か前にも喋ってるけど、うん、結構こう野球に関わらず、なるほど、まあ骨董品じゃないけど、いや、けどこれ欲しい人は欲しがるかもしれんもん なんか、いや、ネッピーが出てんのかな、ブルーウェーブ、まだ一郎がおったりしたことですよ。まあ、だから紺で黄色の線が入ってる時の、なんかもうブレイビーでもいいぐらいですよ、もうブレイビーな。その前阪急ちゃうんか。阪急ブレーブス。じゃあこの頃なんて結構そういうのがあったりね。あ、前見つけたら何回かクロちゃんに行って、そう言ったらうちの元べっぴんの嫁はんも、はいはい、ヤクルトでバイトしてる時があって、その時ヤクルト優勝したらヤクルトのあんなくれたわ。あれ何やろ、このカード、ベースボールカード、いや、ベースボールカードちゃうじゃん、あれや、テレフォンカードや、あ、当時やからね、優勝したやつのテレフォンカードくれとったわ。あ、ですね、誰かさんも乗ってるわけでしょ、非売品でしょ、非売品、非売品、だからそれまでからもう従業員の方だけに配ったようなやつ。あ、ヤクルトレディヨンさんおるからな、レディさんおるな、ヨンさんおるよ、ヨンさんおるけど、そのままそこでもあったやつそれ残ってないからな、俺はさらにそのまま残ってるわ。テレフォンカードって言ったら君の相方がね、全然減らないテレフォンカード開発したからね。開発したね、あんま言われへんけど、あれはすごいねんけど、売っとったやつやろ、売ってはるんですよ、ね、売ってはんねんけど、もう言うてええか、いや、まあ、あんま言わん方がいい、もうじゃあ、まあ、時効の話は昔の、まあ、時効の話やから、まあ、テレフォンカードなんかないやろうけど、ないな上野に行って、まだ東京でやっぱ、上野に行って、なんかイラン人かイラク人か知らんけど、テレフォンカードを売ってるやつを見つけて、偽造しとるやつらやな、10枚1000円、安いな、でよっしゃーってこうたもええねんけど、うん、普通の人間よっしゃーってこうた終わりじゃないですか、うん、で、この10枚握りしめて、おい、これほんまに使えんねやろなって、うん、電話、公衆電話へも連れて行ったらそのイラン人、うんうん、で、1個ずつ全部通してんて、うん、で、8枚通ったけど2枚通れへんねん、ね、お前これどういうことじゃって言うから、うん、これ特別なやつ、減らないやつって電話しても減らないやつ2枚通ったらしいわ。その作り方までそのイラン人から教えてもらうたいうね。あ、それ黒いちゃうね、知らない、知り合いのやつや、はい、知り合いの架空のね、架空の金太郎か桃太郎みたいな人やからね、架空のおとぎ話の世界の人や、僕らの想像上の人物や。でもこれね、警察見るとちょっと話聞きたいねんけど、できたらそいつ紹介せなあかん、ね、いや、架空やから、架空やから、架空のこれネッピーみたいなもんやから、はいはい、そんなかぶってうろうろしてる。ネッピーその人は怒られますやんみたいなやつ。え、でも今はちゃうでしょ、キャラクター。今ちごちご、今はバファローズ、いや、バファローズやもん、うん、何やったから出てきて、今知らんもん俺、ビーズガール、いや、じゃあなんかピンクの外国人にわー言うてベース踏み合わせた、あの女の子の方が人気ある、あ、ベルベルと、はい、ブルとベルやな、はいはい、ブルベルやな、あ、でも、ああいうのん
ってそんなの好きやから見てる方で、はい、もういらないんですと、うん、どうしようとか、はいはい、そんな俺も欲しいわ、そんな送ってきてもらえない。だから正直でこれで売って儲けるとかじゃないわけでしょ。そんなの好きやから。でもこれは使うの使えへんの。使わへん、置いときます。でも飾りで、で分かる人が見たら、おウェーブじゃないですかとなるから。今はけど大谷翔平になっちゃう。大谷翔平ね。もう新人賞も持てんで。ねえ、すごいね。すごいっすわ。なんか野球カードな、特殊なの。ああ、それはなんか特別なやつでしょ。ねえ、なんか日本ハムの時のやつがすごいちゃう言うたら。あ、それすごい。そうだよな。チンチン取りましたやんか。チンチン取ったら。それ何目指しにメジャーリーガー言うてん。女に言うてん。チンチン取った言うてん。俺ほんまかな思った。新人をどこをどう間違えんねん。もうチンチン言うてん。これよろしいわ。ちょっとチンチン欲しいわ。俺も欲しい。一番高いわそれ。自分でつけたろ。そんなやつ、いや、やめときな。値打ち下がる。